木戸橋より上流方木戸川は、千葉県北東部九十九里平野中央部を流れる二級河川。木戸川水系の本流である。成田市本城の調整地を水源とし南東流する。三部郡芝山町との境界を流れた後、町西部を縦貫し、西からいくつかの小支流を合わせる。芝山町を抜けると、横芝光町、三部市の境界となり、すぐに、 三部市内へ入る。周辺には芝山古墳国や山室姫塚古墳などの史跡が存在する。芝原付近で多日を抜け九十九里平野へ入るが、市街地は少なく水田地帯の中を流れてゆく。両岸は、うねが高く水生植物が発達している。緑海橋を過ぎると太平洋に注ぐ。周囲は九十九里浜で木戸川を境として、 西側が白畑海水浴場、東側が南浜海水浴場である。流路延長2 1 5キロメートルのうち、芝山町、牧野付近より、下流2 0 9キロメートルが二級河川に指定されている。東河川は、もともと低迷がなく、旧田越村では、田越川、旧河岸本郷村では、仮申しに川、旧木戸村では、木戸川と称していたが、 この内木戸川の名が広く用いられるようになった。木戸川は1966年より広域河川改修事業にて JR 総武本線橋梁から小松大橋までの 4km 区間で河川改修が開始され、拡幅及び堤防の整備がなされた。1972年以降は周辺の土地改良事業により小松大橋より 下流の区間及び中流域の整備が並行して行われ、1997年までにすべて完了した。以降は2009年に JR 総武本線橋梁上流120メートルの両岸地区低下下げ工事が行われたことを除き、休止状態にあった。2011年3月11日の東日本大震災では、 九十九里平野の中央に位置する東河線が周辺河線よりも一際大きな被害を受けた。飯岡海岸の傍聴堤を乗り越えた津波が 8km 上流の田越橋付近まで遡上し、川口付近の5カ所で堤防が決壊するなど甚大な洪水被害をもたらし、中流部では護岩が崩落するなど整備状況の甘さが露呈する形となった。 これを受け同年7月上旬より川口から緑海橋までの733.6メートルについて査定を受け、堤防を1メートルかさ上げする工事が行われている。2014年3月までの予定で用地買収を要しない区間については2012年12月に終了している。周辺の未利用地を避難道路等に活用する施策も進められている。 内陸地域は2009年の築堤傘上げに引き続き、上流部に向けて進められている。環境保全に関しては、1992年5月に美しい木戸川を守る会が設立され、以降啓蒙活動や清掃活動が続けられている。ありがとうございます。